おかげさまで丸3年。改めて自己紹介。皆さんこんにちは。保健 YouTube 予備校の講師、日吉と申します。まずは簡単な自己紹介をさせてください。私は学生時代から損害保険会社のコールセンターでアルバイトを行う一方で、学問においても保険学を専攻。社会人になると大手損害保険会社に就職し、最初は地方の自動車販売店で代理店営業を行っておりました。その後、インターネットを活用した保険のマーケティングや保険会社の上場を手伝い、保険業界に関わること数十年、自他とも認める根っこからの保険人です。これらの経験を生かし、2021年4月に開設したこの保険 YouTube 予備校で、ペット保険から火災保険、そしてがん保険など、保険商品などの周辺知識とその選び方などをご紹介しております。さて、チャンネルを開設してから3年が経過していますが、この間に保険業界の闇が完全になくなる状態には至っておりません。保険業界は顧客本位の業務運営を求められているのにもかかわらず、出会う代理店さんからは、 A 社の代理店手数料はさ、 B 社の2倍だから当然 A 社の商品を販売するよ、という残念な声を耳にします。例えば賃貸向け火災保険、家を借りる人と家を貸す大家さんのことを考えると、明らかに大手損保会社の損害賠償保険の方がいいのですが、不動産賃貸の現場においては少額短期保険会社の賠償責任保険が推奨されている気がします。理由は明快で、手数料率が全く異なるからです。代理店経営者や従業員の生計を立てるためにも収益を重視することは理解できるものの、万が一の事態に十分役立つと言えない保険商品を無知な消費者に推奨する代理店もいるのです。消費者は最も身近な保険代理店からもリスク対策である保険に関する適切な情報を得られない問題が依然としてあるのです。保険 YouTube 予備校では、このような業界の問題に光を当てつつ、消費者が保険を選ぶ際に必要な情報を分かりやすく提供していくことを使命として取り組んでおります。この目的を達成するためには、今まで以上多くの方に当チャンネルを知っていただく必要があります。まもなく2000名に到達するチャンネル登録者数、次は1万名を目指します。皆様のチャンネル登録や SNS などによる情報共有が支えになります。ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。